皆様、ハイタイ、ハイ。私たちは本日沖縄本島北部宜野座村に来ています。イエーイ。そしてじゃじゃん、ここは道の駅宜野座。イエーイ。以前皆様との企画会議で上がっていた道の駅シリーズを本日もお届けしていきたいと思います。イエーイ、道の駅シリーズ。イエーイ。家族で楽しめる素敵な道の駅なので、はい、その魅力を皆様にお届けしていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。綺麗、すごいですよね。上からバン、ギノザ、上からバン、ギノザ。綺麗、見えます。綺麗だね。気持ちいい。で、道の駅宜野座はバリアフリー対応もしているので、はい、本当にみんなで集まる憩いの場ですね。本当にね、こんな遊具子供にとっては夢ですよ。楽しいよね、絶対。6歳から12歳用なんだ。じゃあかなさんダメだ。皆さんも、ね、あ、私たちもダメ。わあ、子供の頃に来たかったよ。やりたかったね。やりたかった、やりたかった。色が可愛いですね。ほら、この上の方にマンゴー、パイナップル、イチゴがね。本当だ。なんか沖縄っぽい遊具。うわー、いいね。だって上にも行けるんだね。すごーい。上に上がって、うわ、滑り台楽しいよね。なんかいろんな滑り台があるわけよ。向こうにもあるし。本当だ、この滑り、あっちにもあるよ。このタイプの滑り台と、うん、これと、あ、小さい子もできるようにね。これも見て、3つも並んでるし。3種類の滑り台。3種類の滑り台だ。かわいい。あ、長さが違うんだ。あ、もう大きい子になったら回した。長い滑り台もありますよ。これね、気持ち変わらせても行きますね。足だけでってこと。うわ、これ子供に対抗してる。対抗してるね。いや、もうなんかさ、見てるだけでね、すごいワクワクするから、はい、子供からしたら楽しいやつよ。だって今すぐ滑りたいって思っちゃうもん、大人でも。ね、もうね、大人が滑れる滑り台があれば教えてください。ね、でも年齢制限があるから。そうね、私たちギリギリダメだったね。ギリギリダメだったね。ギリギリダメだった。私たち3名はギリギリダメだったので今回はできませんでした。はい、はい、皆様もチェックしてから楽しんでくださいね。はい。で、また道の駅宜野座にはプールもあるのでね、もう夏も楽しめますね。本当に、本当に親子で楽しめますよね。本当に楽しめる。友達がね、はしゃいで楽しんでる人だからね。で、また遊具行って、またプールにも。そうそうそう、遊び放題よ、ここは。で、大人はちゃんと日陰でこう見守るような場所もあるので、そこはもう楽しんでいただけたらと思いますね、親子で。あの、浅いプールなので、そう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 、ちょっと安心して遊べる、うん、ので、ね、本当にいいですよね。じゃじゃん。ね、なんかやってたな。嘘つきがこの顔の口に手を入れるとガブッと噛み切られるって。へー、ね、やってみますか。はい、私でも素直だから。後ろで待ってる。見てる見てる、なんか。うわ、もう分かってましたよ、二人がなんかこしょこしょ話してるの。ですよね。これはイタリア共和国との宜野座村の友好交流の証ですね。交流があるんですね。だからね、あー、サミットの時に。ぜひ皆さんも宜野座村でイタリアを味わってみてください。はい、そして宜野座村は阪神タイガースのキャンプ地でもあります。うん、そしてファンの皆様必見です、はいはい。道の駅宜野座には阪神タイガースのポップアップショップ、そして展示室もあります。ちょっと先に展示室をご案内していきたいと思います。ファンの方たまらないだろう。
ここでグッズを買ってキャンプの応援、いいですね。待ってくださいね、皆さん。海がありますからね。ちょっと待ってね。今登ってますよ。カフェもありますね。ありがとう。いいね、いい香り。カフェでゆっくりすることもできます。いますね。本当に子供から大人までだね。うんうんうん、でここからは景色が見えるということで、いいね、はい、行ってみましょうか。はい、行きましょう。あ、もうすでに見えてますよ。最高だね。あ、いいね、テラス席もあるからね。ね、広々と。そしてこの海を眺めながら食べる、いただけるって、いいね、最高だね。綺麗、天気がいい、眩しい、あ、眩しいね、綺麗ですね。ここでお食事をしながら海も見れる、うんうん、なんて最高なんだ。本当にご家族で一日楽しめます ね、 本当だよね、うん、まあ、熱中症には気をつけて、ね、そうだね、はい、そして特産品が売っている場所もあるので行きましょうか、はい、もう道の駅のね、醍醐味といったらそういうね、なんだろう、その場所で採れたものが。すごい、宜野座村産トマト、村産、いいね、この生産者の名前があるのは私は本当にいいなって思う。え、宜野座村の海ぶどう、いいね、いいですね、食べたい。え、安くない？食べたいね。160円も安い。え、安いね。ちょっとこれを3人で食べましょう。イエーイ、イエーイ。宜野座村さん、ちょっとお買い得すぎて、162円です。なんか買っちゃうね、これは。食べよう食べよう。素敵、大判、大きい、腕ぐらいじゃん。冬瓜ですごい大きい、大きすぎ、待って、すごい大きい、すごい、比べたら多分大きさが分かるかも。冷凍マンゴー、冷凍マンゴー、ありがたいです ね、 切られてるからね、食べやすい。かなさんのいちごの、あ、宜野座村さんいちご、宜野座有名ですもんね、いちご取ったもんね、みんな。宜野座村いちごで有名なんですけど、この宜野座村のいちごを使ったジャムが本当に美味しかったね、うん、これいただいたんですけど、はい、以前すごく美味しかったです。美味しかった、ヨーグルトに入れて、うん、あ、ヨーグルトに入れた、私美味しかった、おすすめです、これいちごです。宜野座村いちごのいちごのブッセ食べていいですか、これ。どうぞ。やった、かなさん好きそう、クリームが入ってる、海ぶどうも食べよう、やった、これ大好き、そば狩り、おいしいよね、食べたことない、沖縄そば、沖縄そばってあれさ、そば狩り、おいしい、ムチあるよ。選手権する？何点もあります。いいね。はい、じゃん。そば狩りと。エビブドウを購入してきました、これから食べていきたいと思います。はい、いただきます。ブッセ好きにはたまらないと思う。これ
ブッセの外がふわふわなんですけど、いちごのクリームがもういちご。あー、おいしい。あ、おいしいですね。私が食べてます。はい。部分もあるから余計プチプチってさ、なんか歯ごたえあるよね。海ぶどう最高。ね。そば狩り、ね。初めて食べます。おやつ、うん、聞こえるカリカリ、カリカリ聞こえる。塩がさ、最高に合う、うん、塩と合うよね、うん、これ本当にやめられないと思わないだ、うん、美味しいよね。美味しい、うんうんうん、おやつ、そばの麺あげるなんて考えましたのかな。美味しいよね、うん、美味しい美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。またこれから設定頑張りましょう。はい、ということで本日は道の駅宜野座の魅力をご紹介していきました。皆様いかがでしたでしょうか。楽しかったね。楽しかったですね。ここはファミリーに本当におすすめ、ね、本当におすすめ。家族で楽しめる道の駅だと思います、ね、本当に。もう少し北部の方に行く前のなんか少し立ち寄ってちょっとおつまみ食べてみたいなのもできるのでいいですよね。休憩してね。そうそう、休憩していい場所です。本当に。いや、状況が落ち着き宜野座村にお越しの際にはぜひ道の駅宜野座にお立ち寄りください。それでは皆様、またやったーい。嘘つきだ。あー、茶番が終了しました。無事に水木の左手は使えますと、はい、いうことですね。まずなんか入らないかもしれない、そもそも手が。大丈夫でしたね。下ね、両手、はい、編集できますよこれで。